皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、アメリカの GDP ですねが、7月から9月期ですね、先ほど発表されたんですけど、まあ、2.6% 増ということで、まあ、3期ぶり、プラスではあるんですが、まあ、それを受けてね、今、為替市場、円高に行く流れの方が強くて、まあ今日だけじゃないですけど、円安、まだドルが強いってことですね。円安というより、まあ、ドルの強かった流れがだんだんこう変わりつつあるこの1週間ですね、っていうことがまた顕著に分かるような、結果だったかなと思います。で、記事はですね、2022年7月から9月の、実質国内総生産、まあ、GDP ですねの速報値が、前期比 2.6% 増ということで、まあ、3四半期ぶりのプラス成長となっているんですが、まあ、市場予想ですねの 2.4% 増を上回ったと。で、輸出は好調だった一方、住宅投資は減速したということで、項目別ではですね、 GDP の約7割を占める、個人消費が 1.4% 増と、なっていて、4から6月期の、2.0% 増から減速したもののプラスを維持したと。で、設備投資は 3.7% 増で、4から6月期の 0.1% から伸びが拡大したと。で、住宅投資は 26.4% 減と。で、一方、輸出は 14.4% 増、輸入が 6.9% 減という結果となったということなんですが、まあ、新型コロナウイルス禍からの回復で、プラス成長していたアメリカの経済だったんですが、まあ、ロシアによるウクライナ侵攻なので、22年1月から3月期に 1.6% 減となり、4から6月期も 0.6% 減となっていたということで、まあ、来週ですねにある FOMC の金利では、まあ 0.75 利上げはほぼまあ 80% 90% 硬いと思うんですが、それを終えてね、12月はまあ 0.5 になるんじゃないかと。で、年を明けてね、来年はまあ 0.5 もしくはもうゼロですね。だからその現状維持に切り替わっていくんじゃないかということで、まあ、アメリカのみならずね、今こう利上げのブームじゃないですけどっていうものが今かなりこうヨーロッパとかね、ユーロとか他の国も通じて、かなりこう抑えられてるという状況なので、マイナス金利ではあるんですが、現状維持していた日本が上がってきたというより、まあ、他が下がって日本が上がったパターンですけど、今そういう形ですね、まあ、通貨でいくとになってます。で、まあ、最後にね、ちょっと為替の動きを見て終わりたいと思うんですけど、はい。で、この、15分ですね、21時15分のところ、まあ、その後ですよ、多分21時30分の時だったと思うんですが、まあ、発表があって、そこからずっと落ちてると、円高に触れてるということで、まあ、円安がね強かったりドルが強かったら結局147に向かっていると思うんですけど、結局ね、こう何回もこう十字になったり、揉み合ったり反発できる、例えばここですよね、このまま強かったら上げていけるような場所っていうのは何回もあったんですよ。まあ、ただ全部落とされてるということで、まあ、円高方向に触れてますよね。ちょっとね、最後日足で見ても、まあ、この 151.945 というのが、まあ、一番大きい分岐点だと思うんですけど、まず、まあ、為替介入で、まあ、無理やり下げたというね、まあ、パワープレイに近い下げ方なんですが、まあ、実際この時にそのアメリカのニックさんという記者の方が、アメリカの利上げのペースがね、緩やかになっていくという記事が出ての下げでもあるし、まあ、ここで連日の為替介入があって、まあ、かなり150前後でのロングっていうのは、
まあ、個人でもファンド会社からしてもちょっと怖いなと、4円5円一気に抜かれるならっていうリスクも感じたと思うんですよね。っていうこともあって、でそこからですよね、どんどん、まあ、アメリカ日本のみならずこう利上げ、の交代のニュースですよね、プラス、まあ、黒田総裁、まあ、あと3ヶ月4ヶ月ぐらいで、まあ、任期も終わりますし、でその後の方はちょっと金融引き締めなんじゃないかっていう記事も出てきたりとか、だんだんこう円高に行くような、ね、ニュースが、まあ、出始めたタイミング、まあ、いろんなタイミングが重なったのがここなんですよね。 151.9 と、そこからはずっと円高にいってるということで、まあ今日もね、さっきまでだったら下髭の陽線だったんですよ、まあ、なので、流れとしてはちょっとそろそろ反発かなと、152付近ですねから、一気に7円ぐらい落ちたんで、ちょっとまた上がるのかなと見せかけて、結局、今のところ十字の陰線ということで、まあ、これ明日また黒田総裁のね FOMC の、 イベントがあるんですけど、まあ、そこを、まあ、無難に乗り切ればですよね。だから元々そんなに期待してないというか、金融緩和に変化はないということで、まあ、サプライズはないと思うんですよね、まあ、万が一ですよ、なんかそういうサプライズがあれば、もう5円とかね10円単位で円高に行きますけど、逆に何もなければ今までの流れが継続されると見ると、むしろこれ円高がただ続くだけなんじゃないかなということで、まあ、結構今強い円高の流れとなってますね。で、まあ、自分としてはツイッターのね、固定のところにもツイート固定にしてますけど、137の窓があるんですけど、これでいくとどこなんですかね、これちょっと日足古くて見づらくなっちゃって、多分ここら辺なんですけどね、137の窓をまず狙いたいと。で、まあ、でっかい流れだと、まあ、130とかね、120で全然あると思うんですけど、まずは137の窓をね、ターゲットというか、狙っていきたいなと、思います。今回はですね、アメリカの、GDP 7月から9月の、速報のニュースとですね、まあ、チャートをちょっと交えて、紹介させていただきました。ありがとうございました。